紳士は金髪がお好きのロビー・イカードルース・アリス・テイラーとはアメリカ合衆国の女優。サイレント映画期からトー,ー初期に活躍した。息子は脚本家で俳優のバック・ヘンリー。ミシガン州グランド・ラピッツの生まれ。父はノーマン・テイラー。母はイバー・テイラー。2歳の時にオレゴン州ポートランドに引っ越し、そこで育つ。高校卒業後。 アマチュア劇に参加。母親を説得して、ハリウッドへ行き、エキストラとして10代を送る。1925年から1927年まで、マック・セネットの映画に出演。翌1928年、ワンパス・ベビースターズに選出される。同年、紳士は、金髪が、お好きに、ローレライ・イリー役で主演。1930年3月17日。 元アメリカ空軍巡賞でニューヨークで株式仲買人をしていたポール・スタインバーグ・ザッカーマンと結婚。夫とは1965年12月3日に死別。二人の間に儲けた息子は卒業などの脚本家、また俳優として有名なバック・ヘンリー。1984年4月12日にカリフォルニア州パーム・スプリングスで死去。79歳だった。 ありがとうございます。